まずはこいつを見てほしい。家に、まあちょっと小さいな。まあね、YouTube 家に帰って開くとこれだよ。まずこれが目に入る。なんだろう、この青いバーはって思って、何かなって思ってみたら、アスタリスク。アスタリスクか、これ。この YouTube はパートナープログラムの要件の変更に伴いお客様のチャンネルは現在、注意から対象外になっています。詳細って言ってるんですね。あ、ついにこの日が来たなって、来たかなって感じですよね。で、この詳細のボタンをポチッと押すと、ね。こんな画面に、ちょっと小さいな、大きいな。こういう風に出てきて、ね。チャンネル過去、いや、15ヶ月間の総再生時間が4000時間。チャンネル登録数が1000に達成しないと、ね、もう一回収益化できないという風なことが通達されてるわけです。1000人だぞ、1000。ねえ。まだ37だっつうの。1000とか無理ゲー。それこれちょっと上がり目だったのに。ひどい。ってことで。ってことで、ジャイアントグラムやります。ってことで、この怒り、スタンハンセンでぶつける。スタンハンセンの左腕でぶつけていく。その血祭りに、八つ当たりの血祭りにあげられるのは三沢光晴。ミスタートリプルクラウン。さあ、この怒りをうまいことこうプレイにぶつけられるかどうかっていう自信はまだない。うらーうら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 。三沢だ。もうね、2月さ、やっと春休み入ってさ、これからって時にこの、なんでこう、ね。YouTube に物申したいわ。この弱小っつうか、まあ、底辺って言っていいな。底辺 YouTuber をさ、切り捨てていってさ、面白いものが生まれるのかっていうことをさ、思いますわ。まあね、それはそういうところから、犯罪の温床みたいになるのかもしらん。それはそうかもしれんね。それはそうかなっては思うよ。犯罪の温床みたいになるよりは。つまり、違法動画とかもさ、上げたら上げっぱなしっつうかさ、おー、余裕がある。スレッジハンマー。腰かかしきバックドロップ。これでもフォールでいいんじゃないか。フォール。まだまだね、やりたいことがいっぱいあるんだ。うわ、まだ返してくれ。おいしい。やりたいことがいっぱいあって、まだまだ YouTube の動画も上げていかなくちゃいけんのに、その矢先にこれだぞ。エメラルドフロージョン。エメラルドフロージョンのヘリっぷり。危な。これで。危な。うわ。ねえ、もう、まあ、焼き付くの動画上げていくよ、とりあえずは。でもさ、ちょっとやっぱモチベーション下がるよな。もう、これからさ、2月20日以降、まあ、今日以降、上げた動画なんてのはさ、これがどれくらい稼げるのかなとかわからんのよ。まあ、稼げるっていうほどじゃないけどさ、それで稼いでいこうなんてそこまで思っちゃいないけどさ、一回ぐらい受け取ってみたかったよね、っていう。ということでね、ライバル。ライバルじゃねえよ。今回はこの動画で締めにするっていうか、もうこれがラストなんだけどね。第7戦になってる。ジャイアント馬場をぶっ倒してから、ジャイアント馬場ってさ、赤と白がイメージなんだよ。イメージカラーなんだよ。これだ。これだ、赤と白。俺、アザラシという名のスタンハンセンが勝つか、YouTube という巨人、ジャイアント馬場が勝つか、その一戦をね、三沢光晴戦は前哨戦と言っていい。ここで占う。王者の魂、ジャイアント。これ何着てんだろうね。バスローブかな。まだ受け取ってすらいなかったんだ。YouTube のね、お金をね。今計算したら6.89ドルぐらいあった。600、700円ぐらい。受け取れなかったな。5000円ぐらいになったら受け取れるみたいな話は聞いてたけど。
多分1年ぐらいやったら1000円ぐらいになってたよな、きっとな。その1000円ぐらいになってたのも受け取、1000円ぐらい受け取れないにしてもさ、まあ5年ぐらいもしかしたら細々、もしかしたらって言わないか、5年ぐらい放置しといたらそれなりにね、上げてなくてもちょいちょい入ってきたりするのかなとかって、そういう風な、そういう風な甘い目論見もしてたわけや。それがもう全て水の泡よ、水の泡よ。そんなにがっくりはしてないよ、そんなにがっくりはしてないけど、なんか悔しいからチャンネル登録者数1000まで持っていきたいなって思うよな。うるせえ、やりたい放題やりやがって、やりたい放題やりやがって、うわら。でかいからって、図体ばっかりでかいからって、ジャイアント DDT、 足かかってるロープに、やりたい放題だな。じゃあこっち、投げられる。よし、負けないぞ、負けないぞ。たとえどんな理不尽な状況だっても俺は負けないんだ。ここからのじゃあウエスタンラリアット、立ちからのウエスタンラリアットで勝機を見出して、強くないか、強いって、強いって、これが、これが巨人の力って。負けたくない。この状況だって負けたくないんだ。返せ、返せ、よし、一矢報いろ、一矢報いるぞ、一矢報いるぞ。うん、ハイアングルボディスラム。いやいや、まだここでホールドしたとしても、まだ、まだ、まだある。よし、逆転の、逆転のパワーボムは、いやいやいや、それでこ、それで決まらないのは分かっていたよ。こっちだって分かっていたさ。ここで決まれ、ここで決まれ、決まっちまった。YouTube に勝っちゃった。G ババ。あれまだ返してくると思ってたんだけどな。いやいやいや、勝っちゃった。負けてなんか終わるつもりだったの。ああ、まあまあやっていきますね。そうは言ってもやっていきます。清宮シリーズは最後まであげたいし、清宮の一年を追っていきたいしね。まあこんな、こんなしょうもない、しょうもない企画を考えてはあげていきます。まあまあまあ、再生数もね。そんなに伸びやしないけどね。まあコツコツとね、やっていきます。はい。